13日、平塚競輪、初日、記者コラム、野口正弘の千円勝負、ガールズドリームは日の未来が、ファン投票の順位通りに2着でゴールした。前剣日には、佐藤瑞奈さんの隣の枠なので、その後ろが取れたらその位置から行きたい、という言葉もあったが、初手は佐藤の前になり、先頭で周回する太田流の行為を周回。前前に踏む太田。 小四角でかまして先頭に立つヤンバル・サクラ、そして最終的にめくりを決めた佐藤と流れるように切り替えて、GP 女王に続く順位で入選した。今まで切り替えが苦手だった。でも自分で一周半踏んでも絶対に残れない。自力だけでは勝っていけない。いろんなレース映像を見て考えたと研究の成果を強調。水菜さんが見えた瞬間に切り替えようと100%踏んだ。 自分で踏み込めたのでめちゃ嬉しいと苦手を克服して笑顔を見せた。バイクでトップスピードを上げる練習をした。それで周回のスピードがすごくゆっくり感じた。成果は出ている。でも最後は水菜さんに脚力が及ばず抜けませんでした。女子のトップアスリートとして日本自転車界に君臨する同期に4分の3車身まで詰め寄った。元グラビアアイドルだが、 114期で唯一ゴールデンキャップを獲得した素質を誇る。ファン投票順位もも自己最高を更新。人気も実力も、まだまだ成長期が続いている。下向き黒三角 1R、日の未来、どこで踏めばいいのか、寝る前にたくさん考えます。シャバンを生かして白星ダッシュへ、1の236の2367、1の6の5。 下向き黒三角六アール、岩津雄介、鳥取祐吾からの信頼度が高い先輩。二社でも先行なら、白星発進も十分。2の379の3679、2の9の1。